皆さん、本日もご視聴ありがとうございます。本日都営三田線発、新型ホームドア設置されました。場所は高島平になります。この続きはいつもの注意確認してから続きをお楽しみください。ご視聴ありがとうございます。本編前に LCD の注意喚起をお読みください。守れない場合ブラウザバック押してください。視聴マナーに皆様のご理解とご協力をお願いいたします。本日初設置、都営三田線高島平駅3番線に新型ホームドアが設置。将来8連運用に備えられこのホームドアから8両分扉がついており、使用しない部分には扉が閉まっており、いつでも8連運用つける状態となっています。最新型であるため、都営新宿線と同じように、このホームドアもかさ上げされ将来、バリアフリー化されるような感じも見て取れます。ここからは動画をお楽しみください。ご乗車ありがとうございました。お降りの際、チャンネル登録、通知音など、お忘れ物、落とし物のなさいませんよう、十分にご注意ください。お乗り換えのご案内です。当チャンネル他の動画をご覧になられる方は、動画下のアイコンをご利用ください。